これからメイクしません。リーラちゃん、なーに、いるよ。いないのっていっぱい来た。いるよ、いるよ。いつ注文した？いつかな。10月中旬くらい、10月後半くらいかな。実は今日は展示会に行ってきました。お洋服の展示会に行って、春服の洋服行った。あー、見てきました。そう、ストーリーに載ってたやつ。そうそうそう、ね、もう春、まあ春、うん、何着、実は4着も予約してしまいました。勢い余って、可愛すぎても4着も予約してしまいました。可愛いよね、大好きなキティ&コーの展示会を。ねえ、結構行ったよね。もっと予約しようと思ったけど、ちょっとさすがにと思って4着で絞りました。楽しみ。冬じゃない、春だね。でもいつ届くか分かんないからだけど、春に届きます。春服を頼みました。今日も実はキティ&コーのお洋服、なんかね、ワンピースなんだけど、ここがリボンになってて、もうこれがほどけたらあらわになってしまう。かわいいワンピース。でも可愛いな、見えるかな、ミニワンピ。でも取れなかった。です。まあそれなりに値段はしたけど、キティ&コーのワンピースはいつも値段に限らず可愛くて買っちゃうので、お気に入りです。取れたらやばいよね。そんなますぐポトって落ちることもないと思うけど、可愛いね、冬って感じだよね。写真で言ったらこんな感じ。厚めなのかな、なんかカーテン生地みたいな感じか。わかる？カーテン生地、私結構最近カーテン生地の洋服よく買うけど、カーテン生地みたい。カーテンの生地みたいじゃないこれ。これそう、ちょっと高いカーテン生地。お家のカーテンこんな感じ。例えばね、
流行ってない、こういう記事流行ってる気がする。発想がおもろい。でも叩き方的に言ったら分かりやすいかなって思った。かわいい、これお気に入り。うん、高そうな生地。あ、ソファーでも分かりやすいかな。こんばんは。あとは生写真かな。今日から予約開始になりました。クリスマスの生写真なんですけど、私はサンタさんじゃなくてトナカイを着ました。仮ショッピングはした。しなかった今日は。今日ツインテールしようか迷ったんだよね。しないんだけど。そう。生写真もトナカイさんにさしたんだけど、セルフ生写真もトナカイにしちゃったと思って。そういえば、ちょっと写真もあるので、まあ発売と同時に予約期間に写真載っけるか、クリスマス写真載っけるかは迷い中なので、まあ クリスマスはサンタさん買おうかな。あ、でもセルフ生写真全部がトナカイじゃないから大丈夫だよ。りっちゃんゴム貸してビヨーンなってるね。ここはゴム伸びちゃった。ゴム伸びてメール書いた、うん、やっぱこの洋服ツインテール似合うよね。自分で言うのもなんですけど、お服に合ってるってコメントいっぱい来た。ツインテールすればよかったかな。なんかやってよ。かわいいツインテール、子供っぽい。うんねえ、ここ変なんだよ。変？新しいお洋服。えおっと帰っちゃった。どうだろう、かわいい。なんか幼くなったね。本当？ツインテールをすることにより、ツインテール、トゥエール軽井沢あたりで出会えそうな感じ。すごい難しい例えで分からん。どういうこと？難しい例えで分からん。軽井沢にそんな、これ触覚切ったかな、分からん。もう触覚って日に切ってる。17歳ですか、言うて2年前。16歳にも見える。あ、17かな。
これ17歳っぽい？うん、17歳。いや、うん、どうだろう。でも大人にも見えるよ。なんか大人がツインテールしてるみたいな痛いやつやん。かわいい。アイドル、アイ、もうアイドルって感じ、うん、アイドルみたいな。アイリーちゃんの真似、アイドルアイドル今するの、ね、それ早いね、やるの。取れてんの全部、うん、うまいんだ。痛くない？痛い、痛いよ。ゴスロリとかやったことないな。私の悩みはこっちは上手にこういう風にできるんだけど、利き手だからこうやってピッてできるけど、こっちはできないの。でも羨ましい。前髪がさ、ちゃんとしてて。リアの前髪なんてガタゴトだからさ。自分で切ってるよ。でもこれそう、うん、前髪美容師さんに任せるとおんまよになること多いから、自分の頼み方の問題だろうけど。わかる。それは頼まなくなったね。だね。セーラー服を違う。何何歌ったの？最近ついてる。ああ。インスタ期待大って後で撮ろうかな。え？え？撮るのまた。めんどくさいらしい。いいよ自分で撮るから。違うよ、撮ったよいっぱい。ど、違う違う、ツインテールで撮ってっていうこと。そうそうそう。撮ってくれたねいっぱい。使ってくれないかと思った。使うよ。はい、撮った。もうすぐ20代の服部さんって。そうだね、ゆうち。うん、今何時？うわ、 TikTok 撮れてきた。うっ、何の曲がいい？相方配信すればいいのにって。相方は今日記念すべき200日なんやね。そんな200日はそんな一緒にするものじゃないの。盛大に祝うの。分かったか。はい、みんなもお祝いちお祝いしに行こう一緒に。実はケーキ買って、あ、行っちゃったっていう嘘。買ってねえわ。買ってねえわ。実は買ってるからちょっとし、あ、まだ今は聞こえてないから。買ってないよ、買ってないよって。この照明がいいな毎日。自分で照らしてたわ。自分で照らしてた。500。うちもそろそろ600日。うん、いや、まだあと40日あるから1ヶ月以上ある。1月ぐらいか。うん、60。年越すねって、うん、年越す。600日は何しようかな。スクショできた、スクショできたと同時に消そう。眩しい。
私は15分くらいに終わります、ショールーム。書かない書かない。リーチンの真似は、リーチン寝てる時に結構こうやってやることが多いんですよ。ポリポリポリってポリポリして寝返り打って、でなんかモグモグしてるってやってる。全然わかんない。想像できるって。想像しないで。やだ、なんか夢の中ですごい食べてる人みたいじゃん。ね、でも結構な確率でやってる。寝返り打ってなんか もぐもぐってなんか空気含んでなんか食べてんのみたいな。やってる。全然寝てる時は食べ物の夢見てないよ。かゆっ。ね、乾燥すごいね、まあ、ずっとなんだけど、ここやばい、カッサカサ。そう、動画撮ろうと思うと終わっちゃうの、本当にもう5秒くらい、もう準備してたら終わっちゃう動画。うん、頑張って動画撮ってみる今度。何の動画？ね、もぐもぐしてる動画。あ、私の話。うん、やだね、顔が世界にさらされちゃう。晒すとは言ってないよ、保存版。僕の好きな最強ついてる、まぶ。最強ツインテールってさ、女の子が結構さ、わかるじゃん、TikTok 見てるからさ、うんうん、普通に男のファンの方は分かるのかな、最強ツインテール。 AKB のファンの人ってこと？うん、知ってるでしょ、みんな知ってるの？最強ツインテール踊りたいところだが踊れません。髪長いよね、こう見たら。明るいのいいね。知ってるよって。知ってんだ。頑張って伸ばしてるねって。もうちょっとだけ伸ばして、もうちょっとロングヘアにして、ちょっとロングヘア楽しみたいんだけど、もうね、そろそろ伸びなくなってきてました。もう毛の生命力がない。もうね、傷んでて、もう伸びないよこれ以上って言ってる。もう切れます私って言ってる、多分この辺が。もう痛いから切れるよって言ってる。ね、成人式終わったらもう多分私はボブにする、きっと。もうボブにした欲が強いから。逆によく我慢できるよね。うん、ベストコンディションでいたいから、成人式は。名言。ベストコンディションでいたいから。かわいいのでいたいじゃん。もしボブしてさ、失敗してさ、なんか変にエクステつけてさ、なんかお金かけるよりかは長いままの方がいいじゃん、うん、だからなんかでも我慢できなくて、中学校の卒業式もボブでやって、高校の卒業式も短くやってて後悔してる。長いままで卒業したかった、どっちも。なんで後悔してるの？短いの嫌だった。嫌だったの？卒業式はなんか長いのが可愛いなって思った、うん、制服着てたから。うん、なんかガチガチにボブっていう経験がないから。あと黒髪でなんか短いのなんか芋臭く見えるけど、確かに黒髪だったよね、うん、あなたもでしょ、中学校とか。でもリラも高校の時から、うん、染めてたね。うん、から
もう本当に短めのボブにするつもりで、ちょっとうーん明るくはしたいかな。黒は嫌だから、うーんちょっと茶色っぽいボブとかにしようかなって思って、楽しみにしてて。まだあと2ヶ月後、2ヶ月後くらいかな。そう考えたらあと2ヶ月って早いだろうけど。早いよ、ゆちが二十歳になるのもきっとあっという間だよ。うん、色入れる、楽しみ楽しみ。そしたらあっという間に二十歳なんだろうな。服部ゆな20歳ですとかもやばいんだけど、響き悪い。13歳ってどこに行ったんだろう。中学2年生13歳のとか言ってた、言ってたよ多分。でもその時はもう学年とかも言ってた、もう若い若いでしょみたいな。中2って13歳だよ、うん、中学2年生13歳のゆうなです、よろしくお願いします。こんな声じゃなかったのにな、声変わり。やばい、キャッチフレーズもやばい。13歳の写真持ってこようかってやめてくれマジで。けどなんかお母さんに最近写真送ってもらったんだけど、またこの写真送られてきた。お母さんこの写真大好きだから、初めて撮った写真、ゆうちの七五三の写真ゲットしたり。七五三の写真見たいですか。ゆうちなんかエアドロ来たらって思ったら、ゆうちの七五三の写真ゲットしたり、うん、見たい。歯抜けなの、歯抜けなの。歯毛歯毛って何だから。でもこれは全然歯抜け感わからん。着物の写真これは可愛いと思う。一重可愛いでしょ。可愛いでしょ。これは七五三。でもこの時すっごい不機嫌だった理由があって、金曜日の何時から7時からってドラえもんとかやってる時間じゃん。もうドラえもんが見たすぎて早く帰りたいみたいな、もうずっと不機嫌だった。こんな笑ってんのに。そう、もうドラえもん見さしてって言って。これはドレス着てるんだけど、ドレス着てるんだけどよく見たら歯がないの。見て汚い。あんま見せたくないな。これも歯ないの分かると。お母さん明日旅行行くらしい。歯がガチガチにないの。どこ行くの。後で教えてあげる。あるのとないので全然違う。うわ、目おかしくなった。ごめん。うん、じゃあそろそろランキング読むわ。読むわ。読むわ。ちょっとツインテールで写真撮るから待っててな。はい。ランキング読みます。13位 TK トンクラットマークタイのナトリドンさん、ありがとうございます。12位テレキチャットマークウナウナタンタンウナタンタンさん、ありがとうございます。ウナパー。11位、台湾中心アットマークツインテール超かわいい超大盛りウナトリドンさん、ありがとうございます。10位お豆アットマークドーミンさん、ありがとうございます。9位ツバッサーさん、ありがとうございます。8位ライさん、おやすみかわいいゆうなちゃん大大大好きさん、ラブ
ありがとうございます。7位ゆうきさん、ありがとうございランキング変わったやつ。13位天使閣さん、ありがとうございます。12位 TK トンクラットマークタイのうなといどんさん、ありがとうございます。11位ゆきたんアットマークうなたん大好きうなといどんさん、ありがとうございます。10位ゆうきさん、ありがとうございます。9位ライさん、おやすみかわいいゆうなちゃん大大大好きさん、ありがとうございます。8位てるきチャットマークうなうなたんたんうなたんたんさん、ありがとうございます。7位マカロニフォーティスさん、ありがとうございます。6位まことさん、ありがとうございます。5位おまみやとまぐろみんさん、ありがとうございます。4位ペロペロチーノさん、ありがとうございます。3位台湾中心アットマークツインテール超かわいい超大盛りうなとり丼さん、ありがとうございます。2位エリカットマーク特製台湾うなとり丼ほっぺと服かわいいさん。